今日は仮面ライダーチョコのピーナッツボールを買ってきました。これはあの金のロックシードマークがあのここについていたら あの金のロックシードがもらえるので、うん、当てたいと思います。でもちょっとだけチョコボールのパクリかな。だって外務マークなら5枚、銀のエンゼルなら5枚、じゃあ当たる確率同じかな。というわけで今回はまあ引き続きチョコボールをやっていきたいと思います。じゃあ最初から決めます。では開けていきたいと思います。あら、これどこか分かる。めちゃくちゃ来た。うわ、はるくんの方が頭いい。どこ、なんかこれ、なんかはてな見て。え、マジでどうやって開けた。あーきゅ、あ、ここじゃ、ここで、こ待って、開いた。ここじゃ、わかりにくいな。はるくんやっていいよ。すいません。よいしょ。とりあえず袋を全部開けたので見ていきたいと思います。せーの。あれ、ロックシードマーク、ほっと。おお。え、ちょっと待って、これって全部あるやつなんか分からんけど、まいい。じゃあもう1個、2個目、せーどん。え、あるっけ。いや、そこから開けるんじゃないよ。この裏に金色のシールがあったら当たりだよ。あ、そういうことは。お、でもすごい、外務マーク。これを5枚集めるともらえます。で、こっちのはただ単に応募券ロックシードマークだから、ちょっと待って、これ金色じゃないから、このロックシードマークはただ単の応募券です。で、こっちは外務マークなので、これを5枚集めるといいです。まあチョコボールに例えると銀エンゼル。なんでそこから開けちゃダメよ。ダメ。ドン。あ、ロックシード。そこから開けるんよ。ここ。痛い土いけん。こうやって開けるんよ。いけんけど、あるんじゃない。はい。ロックシード。ドン。これは何だろう。ロックシード。ギャス。なに？あ、外務マークじゃん。外務マーク2個目。え、外務マーク。なら5枚集めて、抽選で前。ロックシードマーク。え、ちょっと待ってよ。じゃあロックシードマークの方がいいんかな。なんかロックシードマークだったら1枚で、応募券なんだなんだ。ロックシード。というわけで今日は外務マークが2つ出ました。これです。これが2つ出ました。そして金のロックシードマーク1枚だと必ずもらえます。で、ロックシードマーク、このいっぱい出るやつだったら1枚で、この外務マークだったらこれを5枚集めて、この2つは抽選です。まあ皆さんも買ってみてください。多分確率がいいかな。はるくん、確率がいいのかな。そう、妖怪メダル。さっき分からなかったんだけど、応募券は必ずこの箱についてるみたいで、金のこのロックシード、これが金だったら
1枚で必ず金のロックシードセットがもらえて、この外務マークのだとこれ5枚集めないといけなくて、このロックシードが1枚なので、金のロックシードが一番よくて、ちょっと待ってな、その次にこのロックシードマークで、これ外務マークは5個集めないといけないので、ロックシードの方がいいようです。で、皆さんもまた売ってたら買ってみてください。また見てね、バイバイ。はるくん、ロックシードってやって。おー、ありがとう。それロックシードいる、はるくん。おー、いけー。お皿の中だし、全部出す。あ、でも中にピーナッツ入ってる。結構ちょっと全部出さんでいいから食べてから出してか、そんなに食べちゃダメ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 。お、知らん。うわー、すごい、耐える。あ、落ちた。できたー、チョコボール。いや、箱いらん。いやー、汚いっけ。